わあ、いやいやいやうわあ、待って VR チャットで夢日記非公式ファンメイドワールド夢日記に行ってみようの回、イエーイ、イエーイはい、というわけでですね、今回は VR チャットっていうやつがあるんですよね、はい、夢日記っていう、まあ、あの有名なねフリーゲームがあるんですけれども、そちらの世界を再現したワールドっていうものができて、そこがなんかとてもクオリティが高いところで話題になってたので、夢日記はね好きなこの3人で行ってみましょうかということで集まった次第でございます。はい、どうもこんにちは、一般男子高校生西村春樹と申します。今回はねこの VR チャットで夢日記の世界に行ってみようっつんでね、ワクワクが止まらないわけでございます。よろしくお願いいたします。いや、お元気ビビです。夢日記が大好きなわからん生き物です。よろしくお願いしますハローハロー、こんばんは、アギツキあるいは算数さんです。夢日記ワールドは私は初見ではありません。お二人をしっかり案内していこうと思います。よろしくお願いします。何の前情報もなしにやってるから、夢日記のワールドだぞっていうことぐらいしか知らないけど、どこまで再現されてるかって気になりますよね。そう部屋だけじゃないんでしょうね、うん、でもそうだよね、部屋だけだったらここまで話題にならないからね。楽しみですね。楽しみですね今回はね、おんぶに抱っこでついていこうと思うんでね、 VR チャット自体全然やったことないんだから、じゃあそろそろね入っていきましょうか。じゃあめくるめく話、夢日記の世界へレッツゴーゴー。入ってくれた。こんにちは、久しぶりです。すごいの来たイエーイ。これコンプライアンスに違反してないですか？ダメかな、ダメかなじゃあ壁から来た。うわ、じゃあ壁から来た。うわ、おか化け物おる現地もうそろそろ向かってみます。現地行きますか。行きますか。いや、ちょっとあの主催者のハルキさん、はい、お願いします。はい、じゃあそろそろね、あの各々 VR チャットのねこの操作とかにねなってきたところで、じゃあいよいよ本題のね、はい、夢日記の夢日記の方ね行ってまいりましょうか。でもあれっすか、全員であのせーのでピョンでジャンプして行くやつあろうよ、うん、夢日記の世界へレッツゴー。お、来ました。うわー、びっくりしたな、これうわお、すごい、ホットドッグが見える。違う、あはは、びっくりした今まして、わあびっくりしたな、これ近い、お頭部が見える、すごい、いらっしゃーい。違う、あははびっくりしたごめんあ、こんななんか風車があるんですよね。はい、このワールドはフリーゲーム夢日記の非公式ファンメイドワールドです。あくまでも夢日記の雰囲気を楽しむためのワールドとしてお楽しみください。なるほどね。じゃあ本当に純正な安心安全なワールドとしてね、いいってことか。実装済みエリアの表でございます。あ、こんなにあるんだ。え、すごーい。窓付きの部屋。カリンバ、扉部屋。あ、いっぱいあるぜ、これ。BGM 素材も募集してるんだ。夢日記っぽい BGM 作れるぜっていう人はいいかもしれないですね、これは。それでは、初めて押して。初めて押す、押して、いくぞ、はい、エンター。来た、すごーい、窓付きの、来たかな、大丈夫かなあ、来た、来た、大丈夫かな、見て、窓付きのマンションだで、すごい、こんな感じになってんだよ、マンションだ、すごーい、雲で全然何も見えない。部屋の中入るか。あ、すごい、なんか部屋の中現実的なサイトになってる。これが窓付きの見ている景色。すごい、あ、こんな感じなのか、うん、あ、あるあるある、ああ天井が見える。目があった。うわあ、絶対にゲーム中だ、絶対に目で天井が見える。お、エアコンだ。すごい。こんなとこにエアコンがあったんだ。室外機はエアコンに繋がっていたんだ。そうだ、ゲーム中では絶対に見えないエアコンが。うわあ。エアコンに大歓喜。エアコンで、だってもうこっちのなんか、ほらこっちの。こっち向きのなんか壁なんて絶対にゲーム中で見れないところだから、ね、そう、もうそれだけで、すごくね、なんかこっち側の壁面だけでこんなになんかテンション上がれる人間。窓付きのお部屋で記念撮影。イェーイ。寝るか。ま、あ、枕、あ、これスリープか。よし、じゃあ寝るぞ。行くぞ、行け。寝ました。うわー、来た。ああ、夢の中だ。夢の中だ。あ、すごい、なんか向こうの方に山の山麓とかが見える。ああ、本当だ。
うわ、下の方すごい光ってるじゃん。ぼんやりと。すごーい。ありなぁ。ドアの勢いやばい。人が死んでる。バーン。後ろに来てたらまずいぞ、マジで。うん。タン行くか、じゃあ。行くか、じゃあ。行くぞ。うわぁ、すごーい。扉の部屋。あ、すごい。行き先もちゃんと。まだ先に進めないドアもあるんですけども、ほとんど行けるね。選んで、選んで。決めてください。あたい？あ。どうしようかな。そうですとも、主催者の。はるきさん、どうぞどうぞ。じゃあ、こっち調べで、どの世界、扉だから行ける世界でどこが一番好きかなって言われたら、どこだろう。でもやっぱ一番小手調べでここ行きたくない、うん、数字の世界。ああ。ここなんか小手調べで行きたい。みんな行きますよね。そう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 。なんか、夢に行きますかって感じ。OK、回り。行くぞ行くぞ行け、うわぁ、うわぁ、すごーい、うわぁ、うわぁ、くる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 、足元いい。足元いい。こんな感じなんだよ。広がりがすごい。わぁ。とんでもないな。とんでもない。世界ここ。この世界巡ってたんだ、この時は。頭おかしになる。歩いていきましょう。これなんかマップの形も本家準拠なのかな。それともこれっぽいだけで別に全然そういうことはないのか。どうなんでしょうね。そこら辺は。すごーい。これなんかすごい。盛り上がってんだ、やっぱり一体感がある。あ、ちゃんと歯もある。じゃないな、ちゃんと歯もある。うん、すごいな。こんなのこういう環境じゃなかったら絶対わかんないっていうか。だからな、撮られたこと撮ってください。映像に残しました。撮ってる撮ってる。ああ、食われてる食われてる。助けて。頭からいかれてる。そんな早速犠牲者が。あ、ほら見て、ここいる。あ、いるぞあいつ。行ってみよう。おお、いいじゃんお前。あ、かわいい。入りますか。入るか。うわっ、いっぱいいる。おお、コミケ部屋だ。湯気詰めです。でも意外とスペースがある。12時回ったくらいのあたりのコミケかな。会場下の頃のコミケもっとやばいから、この2倍ぐらいしてるから。あ、みみちゃんとりあえず手触りを確かめる。そうそう、とりあえず触れる。あ、目動いてる。うん、おい、うわ、バケモールもう一人。え、俺の方を見てバケモールって言ったか今。こんな全身に動きが人間他におらんべん。怖いよ。見かけたらまずね、信号にエフェクトチェンジする。なんで止めるの、なんで止める。止まってんの、うん、止まっ、ピラリッピ。なんで止めるの。ああ、誰かエフェクト使った。次お二人どっちか選んでくださいよ。はい。じゃあミミミちゃん、ミミさんから選んでください。はい、私の好きな世界いきましょう。行くぞ、行け。うわー、怖い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 。うわ、こーわ、あー足が飛んでる。はちゃめちゃに怖いじゃん。全方位360度怖い。存在感すごい、あれの。うわ、あそこちょっと、いや、行ってみる、あそこ。あら、気持ち悪い。うわすごい顔。これちゃんと悪夢だな。ああ。ミミミちゃん横に、横に並んで横に。ああ、これはいいですね。そんな、観光地の顔入れ看板みたいな感じで。うん。俺もするか。はい。ああ、怖さが倍になったね。ああ、倍になったとか言うじゃないよ。よし。こっちいいな。ポジティブバージョン。うわ、怖い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 。この表情。この表情かわいい。あ、動いてる。動くー。うわー、ハイタッチしよう。イエーイ。うわーい。うわーいで行くテンションのものじゃない、これ、本当に。
子供見たら泣くわこれ。ああ怖っ。窓付けはこれに突撃する。よくこれに突撃するな。この本当にこの先に進めば何かあると思っていてもこれに入る勇気がある。うん、入る勇気あるかな。俺だったら絶対ないよこんな近づきにしてるもの。行ってみようか。入れる、入れるよ。ゴーゴー。うわー、怖い。これは上がる、マジで。うーわー、そう、首切られた妊婦みたいなね考察もあったもんねこれ。ああ、そうだ、これ首切られてるんでしたね。そうそうそう、なんか顔っぽく見えるけど実はこの一番上のところに首があると考えると人間の人体として辻褄が合うっていう。お、これって誰かい？すごい水中だ。まさかこれ触れる？おお。すごい声出た。うわあ。足に。あとに座ってみて。うん。うわあ。楽しい。ねえ、ちゃんとギミックまで再現されてんだ。ああ、行くんだ。入ってる。ドポっていった。ああ。そこにいて、そこにいて。ああ。ああ。疲れてる。ああ。ああ、すごい。ああ、すごい。血のシャワーだ。交代して交代して、やりたいやりたい。うわあ！いやいやいやうわあ！待って、やめて。あー、楽しそうだ。リアクションがすごい。本当に。じゃあ行くか、はい、ここ。地獄。奥に来るまで時間かかったんだ。本当にね。めちゃめちゃ使う。座ってみよう。行くと。うわあ！地獄だ、これが。あ、通れない。あ、しかも通れない。ちゃんと迷路で行けってことか。通れない。ガチ迷路だ。怖い。そしてライティングの感じもすごく怖い。全員。うわあ、わかんない、わかんない。平面だから。上から俯瞰してで見ててもわかんないのに。とりあえず目印を目指そうか。あ、こっちだこっちだ。いけるいける。いけたいけた。やった。やっといけた。半期。今580円持ってるはずだから。あ、そうか。お小遣いが。あ、十全員同じ色。130。130円だったけど、ちょっとワーニングって書いてあるんだけど、店ワーニング本当だ。これ飲み物ちゃんと取り出し口の中にしゃがみたい、しゃがみたい。よし、拾えた。みんな大丈夫？待って、拾えそう？一瞬だけ。よし、来た。よっしゃい。ああ、俺のジュース。俺のジュースどこ行っちゃったの？拾えない。拾えない？拾えた。やった。拾えた。やった。ドリンク。ああ。ちょっと一旦起きて別の道って。ああ、逆に？そうなんです。それもいいかも。一回起きるか。どうできるの？あ、これ右下か。あれだな。どれどれ？いや、一旦起きますか。起きるか。起きまーす。ゲッター。うわー！起きました。おはようございます。おはようございます。起きましたね。起きました。日記書きます。寝るか。まずいまずいまずい。危なかった。映り込んだ。スカートの中が。スカートの中がふわって。じゃあもう一回寝ようか。一人だ。孤独孤独。じゃあ多数さん選んでください。お願いします。最後のところ。じゃあどこ行こうかな。ブロック。ブロック。いいね。レッツゴー。レッツラゴー。やっぱり。わあ、すごい。歩いていこう。トンネルだ。
3D の。あ、なんか斜めになってるぞ、あれ。あれ、まさか。登れるってことかい？あ、しかもあそこ白黒の世界に繋がってるところじゃないかい。行ってみよう、行ってみよう。あれ思い出すけど。ここ、ないっすか？もしかして。もしや？うわー、ある！わー、手に入れた！やったー。お、やりましたら、消えた。これで、エフェクトルームが。え、あるのかな？あ、ある。手に入ったエフェクトは、壁に効果が記載されますね。あ、ほんとだ。ホーストマフラーは左。雪だるまになれる。あー、変わった変わった。今一瞬変わってた。戻った。一瞬だけ。戻った。そんな。なんだかうまくいっていないみたいですね。そうだね。ここはなんかちょっと不具合かなんかわかんないけど。じゃあ、ちょっと気になるあそこに行こうか。はーい。あそこ行きます？こっちから上がります。行けそうだよ。みみみちゃーん。あそこからですよ。ここから行けそう。あ、なるほど。おぉ。怖いよ。登り坂だ。おお、あ、すごい。いいね、ちゃんとここはね。あ、男子トイレ、男子トイレ。ほんとだ。やったあの豆腐小屋はなんだ？あの豆腐小屋は、体内のところから、これでしょ。ああ。あの前あたりに、マフラー子がいるんですね。白黒世界への扉。およそ扉とは思えないけどね、マジで。入る？これは、まだこの扉が実装されてませんか。あー、なるほど。残念だ。残念。あそこと、男子トイレ気になるから、そこ行こう。気になりますね。うん、行ってみようよ。助走をつけて、レッツゴー！イエーイ！うわー！うわ、怖い！本当に怖かった、今。はい、うわっ！ここだけなんか、でっかいなぁ。でっかい。でけえなぁ。思ったよりでかい。窓付きと同じくらいの大きさくらいだと思ってたけど。うん。全然な、2倍3倍くらい大きさあるじゃんね。あれ、何もないね。ここは原作でも一方通行だったから。あ、ストイレがある。じゃあ、行ってらっしゃい。おい、登りが。登りが上がってる。あ、入れる。入れるよ。トイレ実況お願いします。ね、なんかね、意外と仮設トイレがない。なんかちゃんとしたっぽい感じの。仮設トイレじゃない。ちゃんとしてる？ちゃんとしてるタイプのトイレだった。でしょ？男子トイレレビューはありがとうございます。大丈夫です。私たちは入れないよ。なはははは！もう、かまと飛びやがってよ。窓付き入ったんだぞ、ここの中に。何の躊躇もなく。頭突っ込むことで、外から中を見る。手はず。おかしいな。普通に見りゃええねん、そんな。うわぁ、手が室内にある。いや、わかんない。もしかしたら、窓付きも、あ、壁がない、嘘。そんな。壁がない、大変だ。でもそうだよな、小便器しかないところに壁なんて必要ならへんもんな。窓付きもしかして窓付き本当に。そんな切羽詰まってたのか。いや、わかんない。もしかしたら窓付きも本当に、男、なんか、説が。あ、なるほど。窓付き男の子説。女装男子。窓付き女装男子説がここに来て。これはやばいぞ。学会が動くぞ、こんなの。夢日記学会がもう、界隈が動くぞ、こんなの。強烈な後押しを。もう大変だ。窓付き男の子派閥が。新解釈。よし、起きた。黒木さんは起きてこない。おはようございます。起きてきた。起きました。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。じゃあちょっとね、終わりの挨拶をして締めになるのかな。そうだね、終わります。いやーもう楽しかった。すごいなんか、やっぱね、もともとね、めちゃめちゃやってたっていうのもあるけれどもさ、うん、こうやってなんか、3D の VR でっていう世界になると、またね、感覚が違ってきて、すごいわね。もう目玉の世界とかめちゃめちゃ怖かったもんね。うん、でも今回ね、まだ3つぐらいしかね、そう、世界回れてないからね、またなんか今度もね、檻を見てまた行きましょう。夢日記っていうね、VR チャットのコンテンツというか、ワールドでございますけれどもね、とてもクオリティ高かったんで、その、視聴者のね、皆さんも、VR のね、VR チャットをできる環境ある人は、もうぜひね、皆様行ってください。本当にね、面白い世界だったんでね。
というわけでね、今回の動画の方はここらでね終わりにしようと思います。本当に皆様ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一般男子高校生西村春樹とゆりちゃんですと、あ、そうさんです。この3人でお送りいたしました。よければチャンネル登録とツイッターのフォローと高評価等とよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、というわけでまた次の動画か配信かでお会いいたしましょう。バイバイ。またねー。またねー。またねー。バイバーイ。